引き上げ区間は新東名高速の新静岡インターチェンジから森掛川インターチェンジの上下線です。高速道路上の最高速度は1963年に免震高速が開通して以降時速 100km のままでしたが、この区間では11月1日から時速 110km で走行することが可能になります。また東北自動車道の花巻南インターチェンジから盛岡南インターチェンジ間の上下線でも同じ規制緩和が間もなく実施される予定です。警察庁はこれらの区間の事故実態を1年間は調査し、問題がなければ最高速度をさらに時速 120km に引き上げたり、適用区間の拡大を検討するとしています。